皆さんこんにちは、松雪白江と申します。今日もマイマイマイ公演の第2話の続きやっていきたいと思います。約束とクレヨンっていうお話ですね。で、前回は旧受付所っていうところに行って画用紙を手に入れることができました。で、今回はこのブロックアンサーっていう新しいアトラクションを見つけたので、そこに挑戦できるのかな、行ってみたいと思います。ブロックアンサー、これは新しいアトラクションだな。撮影スタジオ、いやフリーフォールか。フリーフォールってなんだ。 BLOCK ゼミ、ゼミ説明カエル卵来ました。説明カエル卵が来ましたね。なんかもうおなじみになってきたですね。デミデミ、ここはクイズブロックアンサー。デミブロックアンサー、2人1組でワンチーム、なんだっけ、黄昏横丁とちょっと似てる感じで、また2人1組でチーム組む。それを4チーム、8人4組で挑むクイズアトラクションでみ。8人で挑むんだ。じゃあ、2人足りないのかな。クイズだね。頭脳戦とは卑怯だぞ。参加メダルは1人1枚でみ。クイズに正解すれば得点ゲット。得点の分だけ配当席が高く上がるでみ。そして最後に持っていた得点によって報酬でもらえるメダルの数が変わるでみ。クイズにたくさん正解すればそれだけたくさんメダルがもらえるってことか。そういうことでみ。どれだけメダルがもらえるかは頑張り次第でみ。なるほど。クリアかそうでないかではなく、得点に応じて報酬が変化するわけですね。テレビでよくある早押しクイズみたいなものです。早押しではないでみ。それぞれのチームがちゃんと考えてじっくり順番に答えてもらうでみ。はあ、順番に答えられ安心してる。はあ、なのら。でもそれってつまりじっくり考えないとダメなくらい問題が難しいってことなのかな。そんなあなたにお助けコール。各チームはそれぞれ全4問中最大2回まで参加してない人にその場で電話して問題のヒントや答えを相談することができるでも。楽勝じゃない？便利便利。はぁ、なんだか随分こちらに有利ですね。そうそう、私も今そう思いました。なお、お助けコールされた時に喋っていいのはお助け役として事前に決めた4人まででね。参加してない人全員で考えちゃったらヒントの域を超えてしまうでね。2人1組でワンチームでお助け役が4人で、あ、分からなくなってきたのら。大丈夫、今すぐは挑戦しないから。休憩所に戻ったらちゃんとルールを整理しよう。とにかく問題に正解すれば得点いっぱいでメダルもいっぱい。もし問題を間違えて全然得点をゲットできなかったらどうなる？報酬のメダルがもらえないだけか？それとも黄昏横丁みたいにペナルティーがあるのか？間違えたら逆にマイナス点でみ。なるほど、マイナス点っていうのがあるのか。マイナス点の分だけ回答席が下に落ちるでみ。あんまり間違えてばっかりだとどん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 下に落ちて戻ってこれなくなるでみ。戻ってこれなくなる、つまりはゲームオーバーですか。レッツチャレンジってみ。
なるほど。マイナス点を取らなければ一応平気なのかな。どうしよう、危険なアトラクションかも。しかし正解すればするほどメダルがもらえるというのは初のルールです。うまくいけば一気に大量のメダルを手に入れられるかも。たとえ頭脳戦だろうと、もちろんヒーローは逃げないぜ。まあまあ落ち着いて、ブロックアンサーに参加する人はまた後で決めよう。アトラクションに直接参加する8人にお助け役として待機するように。参加するとしてもここにいる6人だけじゃ決められないよ。なるほど、8人が参加してあとはお助け役の4人。まずは寄せ書きの画材探しから終わらせよう。さあこの調子で他の目標も達成していこう。わたるくん、お腹減ってないですか？ちゃんとハンカチは持ってますか？大丈夫なのら。これじゃあどっちが先輩なんだか。あ、そうなんだ、年齢はわたるくんの方が年上なの？先輩？ああ、一応そうですね。新太の先輩に誘われた順番で言えば。誘われた順番か。仲間だ。いきなり何なのら？やっぱりヒーローは一人ではなく仲間と共に強敵に立ち向かうものなのだ。そして俺は仲間の真ん中に立つ先輩のレッドなのだ。はーん、なのだ。というわけで、わたる、お前を我がヒーロー戦隊のブルーにしてやろう。へえ、最初は乗り気じゃなかったんだ、わたる。あ、じゃあお菓子くれたらブルーになるのら。お菓子か。まあいいだろう、レッドは仲間思いなものなのだからな。わーい、ぬなら。何か始めるです。とりあえず1枚パシャリ。お、ちょうどいいところに。我が戦隊は今仲間を集めているのだ。まどかも入れてやろう。まあもしかしたらバズる何かになるかもしれないし。いいですよ、とりあえず名はカスです。よし、色は紫。紫って英語でなんだ？パープルとか。喜べパープル、お前は今日からヒーロー戦隊のパープルだ。プルプルラ。はいはい、レッド、ブルー、パープル、3人じゃまだ足りないな。戦隊といえばやっぱり5人だからな。あと2人スカウトしなければ。戦隊っていうのは5人がデフォルトなんだ。でも特殊な色だよね、シルバーとかね。へえ、ワタルがシンタの次に入ったんだ。そうだな。でも戦隊はみんな同じ仲間だ。真ん中はレッドだが、誰が偉いとかはないのだ。一応自分が真ん中なのね。同じこと言ってた、真ん中はレッドなんだね。で、あとはクレヨンセットを手に入れればいいんですけど、クレヨンセットは5枚で売ってるって言ってたから、一応全部見て回ったんだけどまだ買えないよね。2枚しかないから。ここで売ってたんだっけ。まだ探さないといけない。で、マリアちゃんがお菓子欲しいって言ってたけど、お菓子は売ってないな。そしたら、もうちょっとチケットを探してみましょうか。さっき頑張り山の林の奥にチケットがあるかもとか言ってなかったっけ。落とし物が、例えば向かい側の木陰とか。向かい側の木陰？あ、チケットもあった。なるほど、
こんなところに隠れてるの？こんなのはなかなか見つけられないよ。で、ピンク色のハンカチが落ちてるんですよね。前回キラキララビリースにいた誰かのものであれば、女の子の誰かかな、話しかけてみようかな。違う？違うね。ライオン。違うね。あとはマリア、あ、ピンクだからマリアかな。あ、やっぱり、あ、そのハンカチマリアの。これマリアちゃんのだったんだ。はい、どうぞ。黄昏横丁の近くに落ちてたよ。メガネちゃんが拾ってくれたの？ありがとうね。の、といたしまして。褒められて嬉しそう。お礼にこれあげる。あ、チケット2枚もらえた。落とした人が見つかってよかったね、リンリン。うん、リンリンちゃんかわいい。帽子くんもちゃんと見といて。あ、これで5枚集まったからクレヨン買いに行けるね。早速じゃあ売店に行きましょう。お土産屋さんか。はい、ください。買います。マイドレミクレヨンセット1個。クレヨンセット1個でも。探検が無事に終わってよかったです。リンリンくんに頼んで絆創膏やお薬が入ったリュックを持ってきてもらいましたが、必要なくて何よりですよ。リンリンくん、ありがとうございました。ううん、別に重くないし。マモルくんがいつも言ってる転ばぬ先の杖だよね。そうです。失敗や危険を想像して準備するというのはとても大事なことなんですよ。まあ、シンタくんのように勇気にあふれていればそんなものは必要ないのかもしれませんが。いや、そんなことはないよ。マモルくん賢い。走り回ってる。あ、マモル、はあ、マモルくん、どうしたの？ぼーっと外を見て。ああ、いえ、なんでもないですよ。今日もいい天気だなぁと。みんなと一緒に遊びたいんでしょ？いや、バレていましたか。リンリン君は人をよく見ていますからね。正直、いざ声をかけようと思うと緊張してしまって、変に思われたらどうしようとか、いつもは部屋の中で遊んでるのになんでとか。うん、でも上手なお話ができなきゃ輪に入れないなんてことはないよ。大事なのはハートだよ。うむ、そのセリフケロッとピッピーですね。あ、当たり。本当は優しいのに口がへの字のせいで不機嫌だと思われがちな緑のカエル、ケロッと。でもケロッとは自分とウリ二つなのに、いつでもポジティブなピッピーと出会って、その明るさに勇気をもらう。そして行動で誤解を解いていくんですよね。いじけてないでやってみようよ。大事なのはハートだよ、と。さすがまもるくん。あ、ほんとだ、への字になってる。パパの絵本、お話までバッチリ覚えてくれてるんだね。パパの絵本？あ、パパの絵本？リンリンちゃんのお父さんの絵本なんだ。うん、ケロッとピッピー。書いたのパパだから。なんと、リンリンくんのお父さんが筆者だったのですか。はあ、それは知りませんでした。いや、しかし
全くもってリンリン君の言う通りです。大事なのはハート、心ですよね。私じゃなくてピッピーの言ったことだけど。いえいえ、そうやって僕に声をかけてくれるリンリン君はまるでケロッポやピッピーのようですよ。あ、別に口がへの字だな、なんだと言ってるわけではなく、あ、言ってるな、鳩の話ですからね。うわぁ、わかんねえ。わ、あなたはシンタ君、大丈夫ですか？何やってんの？はい、絆創膏あげる。わ、悪いな。まあ、こんなの全然痛くないんだけどな。珍しいですね、庭にいないなんて。はあ、そうだった。ユウ先生に出された謎々がわかんねえ。ひっくり返ると軽くなる動物って何なんだよ。ひっくり返ると軽くなる動物？うん、その謎々確か本で読んだことがあります。何？答えわかるのか？教えてくれ。答えてしまってもいいのですか？答えはイルカですよ。なるほど、軽いね、反対から読むと。イルカ？なんでだよ。イルカがひっくり返ると、つまり逆から読むと、なんだと、そういうことだったのか。お前、やるじゃん。その頭脳、このシンタ戦隊にふさわしい。お前も入れてやる、お前も入れてやるぞ。シンタ君の戦隊に僕なんかが？うん、マムル君は頭いいからね。でも、いいのでしょうか。僕なんて気も弱いし、怖がりだし。戦隊には、頭のいいやつが必要だからな。ユウ先生、いや、やつはレッドの謎のライバル、ブラック。ブラックの頭脳戦に備えるのだ、シルバー。ありがとうございます。僕、頑張ります。あ、お前も絆創膏くれたし、医療担当で戦隊に入れてやろう。医療担当だったんだ。頑張れよグリーン。シンタ君は5人揃えたいだけでしょ。ま、いっか。大事なのはハートだし。はあ、シンタは何にでも突っ込みすぎだから、逆に転ばぬ先の杖を見習った方がいいです。ま、なんだと？で、その杖はどこでもらえるんだ？シンタ君にはまだ早いかも。休憩所のヒカルに話しかけることで自由時間を得ることができます。チケット探しをコンプリートしたいなら今のうちにやっておきましょうってなってるけど、チケットまだあるのかな？こういうちょっとしたところに落ちてるのかな？いろいろ一応見て回ったけど、チケット拾えそうなところなかったね。広場のこの辺にあるとかある？あれこっちに、あ、違うか。やっぱり、あ、ここは、これなんだろう、どういうこと？入れたけど、あ、なるほど、これを押していくのか。これはこっちに押して、このなんだろう、びっくりマークって何？あ、リタイア、何もしない。これ苦手だな。どっちに押したらいいんだ。とりあえずそこに行きたいから、これをこっち、あ、これはやってしまったかもしれない。これやってしまったかもしれない。
これ押しても押したらダメだしね。あ、いける、やった、いけたいけた。ここにはチケット1枚。なんでそっち側にいるでみ。勝手に遊んじゃダメでみ。早く出るでみ。あ、出されちゃった。これが新しいアトラクションになるのかな。とりあえず1枚。あ、ここつながってるのか。なるほど、大きい木がね。全員で手つないでも囲めないかもしれない。はやて、勝手にどっか行ってないかな。いたいた、よかったよかった。じゃあ自由時間を終えましょうか。チケットも集められたしね、うん、そしたら今回はここまでにして、また次回はみんなで集めた画材を使って絵を描いていきたいと思います。はい、今回はこのレッド、ブルー、ブラック、パープル、シルバー、グリーンのヒーロー戦隊のみんなで、みんなの過去とかについて振り返ることができましたね。うん、そう、前回はこのマモルちゃんとかリンリン、マモルちゃんじゃない、マモルくんとかリンリンちゃんについてあんまり第1話では触れられなかったんで、こうやって過去を知っていくことができるのすごい楽しいですね。はい、じゃあ今回はこのぐらいにして、また次回続きをやっていきたいと思います。それじゃあ今回もご視聴いただきありがとうございました。それじゃあまたねー。